白雲の章、大樹の説、三つの学級。小熊山脈から吹き下ろす冷たい風が弱まると、フォドラの大地は豊かな緑を芽吹かせ、一年の始まりを告げる。やがてその緑が大樹へとなるように、人々は自らの生が実り大きいものとなるのを祈って、年始を祝うのである。遥か太古よりありし地、フォドラ。天上より女神の見守ると言われるその大地は、三つの勢力によって統治されていた。千年以上の歴史を持ち、フォドラの南半分を支配するアドラステア帝国。その帝国の北側、寒冷な大地を王と騎士たちが治めるファーガス神聖王国。そして大陸の東側で、王をいただかず有力貴族による共同体をなすレスター諸侯同盟領。かつては戦乱の嵐が吹き荒れた大地も、今は三勢力の均衡により平穏が保たれていた。では修道院は初めてか。よければ後で案内しよう。このフォドラの縮図のような場所さ、いろんな意味でね。もうすぐ嫌でも目に入るわ。あれがガルグナク大修道院よ。時のよすがに手繰り寄せられたのでしょうか。ここに来るのも何年ぶりかね。今さらあの人と顔を合わせたところで。ああ、お前に言ったことはなかったが、俺は昔ここで騎士として働いていた。大司教レア様の下でな。お前も知っての通り、このフォドラの住人の大半はセイロス教の敬虔な信徒だ。そんなバカでかい教団の最高指導者が大司教であるレア様ってわけよ。お待たせしました、ジェラルトさん。大司教の補佐をしているセテスと申します。ああどうも。久しいですね、ジェラルト。こうして再び開校できたのも主のおぼしめしでしょうか。長きにわたる音信不通お詫びします。あれから俺もいろいろありましてね。そしてその子が生まれた。あなたの子供なのでしょう。ええ、修道院を出て数年後に母親は病で死んじまいましたがね。そうですか。活躍はアロイスから聞いています。あなたの名は確か
良い名前ですね。士官学校の生徒たちを救ってくれたこと、心より感謝します。ジェラルト、私が何を言いたいか、あなたならすでに分かっていますね。セイロス騎士団に戻れでしょ。俺は構いませんけど、こいつは。ジェラルト、アロイスから聞いているはずです。私は一度下がりますが、このあと彼らから話があるでしょう。しっかりと耳を傾けておいてください。それではまた明日に。やれやれ、またセイロス騎士団に戻ることになっちまった。巻き込んじまってすまねえが、お前もしばらくはここで働いてくれるか。いや、それが教師としてだそうだ。この修道院に士官学校が併設されてる話はさっきのガキどもから聞いたよな。で、ちょうど学級担任の教師が一人欠けちまったとかで、アロイスの野郎レア様にお前のことを推薦したらしい。こんにちは。あなたが新任の先生？渋くてなかなかイケてるじゃない。ああ、いや、俺じゃねえんだ。あとは適当にやってくれ。じゃあな。レア様には気をつけろよ。お前を教師にする意図が読めん。何かを企んでるかもしれねえ。まさかあなたなの？ずいぶん若く見えるけど。なに、教師の資質さえあれば年齢は関係あるまい。我が輩はハンネマン、紋章学者であり、この士官学校の教師でもある。君は紋章を宿しているかね？一度我が輩の部屋に来て調べたまえ。私はマヌエラ、教師兼医師兼歌姫よ。よろしくね。ここに来る前はね、歌劇団にいたの。聞いたことないかしら、ミッテルフランク歌劇団の美しき。不必要な長話は後にしたまえ、マヌエラ君。さて、君も一つ学級を受け持つことになるわけだが、まだどんな学級があるのか紹介さえされていないだろう。そういうことなら私から説明させてもらおうかしら。士官学校には3つの学級があって、出身国ごとに所属が分かれているの。まずはアドラークラスね。アドラステア帝国出身の子たちがいて、今年の宮長はなんと次期皇帝と噂される皇女のエーデルガルトよ。次にルーベンクラッセ、ファーガス神聖王国から来た者が所属する。今年の宮長は王子のディミトリ、彼もファーガスの次の王になるだろう。最後にヒルシュクラッセ、ここにはレスター諸侯同盟領の子が属しているわ。宮長は諸侯同盟の盟主であるリーガン公の孫クロード。時代の皇帝、国王、盟主が揃い踏みとは、なかなかとんでもない年になりそうだな。ええ、本当にね。厄介事だけはごめんだけれど、今日のところは校内でも見て回るといい。我が輩の部屋にも立ち寄ってくれたまえ。あ、そうそう、あなたが教師になることは宮長以外にはまだ伝えていないから、生徒たちと話をしてみたらいいわ。癖のある子が多いけれどいい子たちよ。詳しい話は明日レア様からあるはずだから。それじゃまたね。レア、考えを改める気はないか。あんな若者を士官学校の教師にするなど。いいえ、もう決めたことです。それに心配しないでください、セテス。あの者はジェラルトの子供なのですから。そのジェラルトとやらも信用できない。21年前の大火の折に失踪した男だろう。今はフレンもいるのだ。
不安の種を増やすのは控えてもらいたい。セテス、彼らは大丈夫です。それよりもシャミアから報告があった不審者の件が気になります。教会に悪意を持つ者がこのガルグマクに出入りしているのなら捨ておけません。ああ、その件もあったな。引き続き調査を進めさせよう。レア、今は君の言葉を信じるが、何か怪しげな点があったその時は。あなたが士官学校の教師となることはもうすでに聞き及んでいますね。まずは3つの学級の級長たちと話をしたり、士官学校を見て回ったりしてみてください。大修道院でのあなたの最初の務めです。この務めが終わったら私のところに戻ってきてくださいね。願いを聞いてくれますか。この修道院の教師に？帝国で雇おうと思っていたのに残念ね。では改めて名乗らせてもらおうかしら。私はエーデルガルト・フォン・フレスベルグ、アドラステア帝国の皇女であり第1位の皇位継承者よ。あなたが私たちの学級を受け持つなんてこともあるのかしら。そういえば学級の方は見て回った？アドラークラッセで気になる生徒がいたら教えて。彼は私の従者でベストラ校の着士。幼い頃からずっと私に仕えているの。冷徹な印象を受けるでしょうけれど内面もそうだから。でも筋の通った男よ。
なぜか私を目の敵にして常に勝負を挑んでくるのよね。まったく。彼の家は宰相を世襲するエーギル公爵家、貴族としての自覚がありすぎるのでしょう。頭のいい人よ彼は。けれど極度の面倒くさがりでいつも眠そうにしている。彼が真面目であれば将来は帝国の政務を担う人材になったでしょうに。無理そうね。彼はベルグリーズ伯の次男ね。継承権がないから身一つで頑張ろうとしているみたい。元気すぎてとにかく喧嘩っ早いから、もし担任になったら目を離さないで。彼女はバーリ伯の一人娘よ。少し変わっているけれど根は悪い子ではないわ。ただ寮に引きこもると宣言してはばからず。心配しないで、講義には出させるから。アドラークラッセは他の学級に比べて平民の数が少ないの。彼女はその中でも異例の人ね。何しろテートで人気の歌劇団が誇る歌姫。士官学校に入った目的は私も知らないわ。フォドラの西の海に浮かぶブリギット諸島、その王の孫娘よペトラは。ブリギットは帝国に従属していて、その縁で彼女は留学に来ているの。勉強熱心な人よ。あなた、この修道院の教師に？では、改めて名乗らせてもらおうかしら。アドラステア帝国の公女であり、あなたが私たちの学級を受け。そういえば、学級の方は見て回った？アドラークラ…ねえ、なあ、先日はすまなかった。世話になっておいてろくに名乗りもせず散々無礼を。この学校の教師になると聞いた。もう存在な口は聞けないな。改めてディミトリ・アレクサンドル・ブレーだったと言います。ファーガス神聖王国の王子ですが、ここではあくまで一人の生徒です。未熟者ではありますが、ご指導よろしくお願いします先生。そうだ、学級を見て回っているそうですね。ルーベン・クラッセに気になるものはいましたか？ドゥルーはダスカー地方の生まれで、4年前から私の従者を務めてくれています。寡黙ではありますが、話してみれば温和で気のいい青年だとわかるはずです。フェリックスはフラルダリウス校の着手です。少しばかり口は悪いですがいいやつですよ。あいつは昔から腕の立つものが好きで、先生も一度手合わせしてみてはどうです？彼はガスパール城主であるロナート卿の養子で、元は平民の出だと聞いています。生真面目な性格ですから、講義にも熱意を持って臨んでくれるのではないでしょうか。ゴーティエ家の嫡子であるシルヴァンは仲間思いで頼れる兄貴分です。ただ昔から本当に女癖が悪くて、これでも一応毎日のように言って聞かせているのですが。彼女はもともと帝国貴族の出身だそうですが、紆余曲折を経て王国で暮らしていたとか。のんびりしているように見えますが、皆によく目を配ってくれる優しい女性です。
ドミニク男爵の姪子であるアネットは魔導学院で優秀な成績を収めた才媛ですね。明るい努力家ですが少し抜けていて、昨晩も厨房で爆発騒ぎを起こしたとか。イングリッドはガラテア博の息女で、私やフェリックス、シルバンとは幼馴染です。貧困法制、真面目で勤勉、下手な騎士よりも騎士然とした女性だと私は思っています。そうだな。あんた教師として雇われるんだって。随分と腕を買われたもんだな。じゃあ改めて自己紹介しておくか。俺はクロード・フォン・リーガンだ。実家はレスター諸侯同盟の名手だが、まあそんなことは気にしなくていいさ。担当学級はまだ決まってないのか。俺らんとこは他より気楽でいいと思うぜ。ヒルシクラッセの連中にはもう会えたよな。興味を惹かれるようなやつはいたか。あいつはグロスタール伯爵家の嫡なんでね、見ての通り女好きの気取った野郎さ。とはいえ根は真面目と言えなくもなくは、いつも貴族の責務がどうたらと言ってるよ。あいつは商人の息子なんだが、両親を事故で亡くしちまっていろいろ大変だし、本人は至って元気だけどな。飯を食うことと体を鍛えることしか考えてないと思うぜ。確か商家の次男坊だったかな。あいつは兄が後を継ぐから自分は騎士になるとさ。ま、本心から騎士になりたいようには見えないけどな。どうせ親の意向だろう。リシテアはコーデリア博の娘で、多分今年の生徒の中じゃ最年少だろうな。ただし子供扱いすると怒るから注意しろよ。俺はあえて子供扱いするか。面白いだろ。マリアンヌはエドマンド辺境博の娘ってくらいしか知らないんだよな。あいつ他の生徒と関わりたがらないから、声すら聞いたことないやつも多いだろうぜ。ヒルダはゴネリル校の一人娘でね、だいぶ親父と兄さんに甘やかされて育ったらしい。あれほど怠惰って言葉が似合うやつもいない。まあ貴族のお嬢様なんてそんなもんかもな。レオニーは傭兵になりたくて入学したんだ。父親は漁師をやってるって言ってたかな。サバサバしてるがケチケチもしてる。村に借金があるとかで節約を趣味にしてるんだ。あなたの働きに感謝します。士官学校の様子はいかがでしたか。清廉な魂の息吹に満ちていたでしょう。さて、君には士官学校の3学級のうち一つを受け持ってもらうことになる。君のような素性のわからぬ若者に任せるのは反対だが、大司教を立っての希望でね。アドラークラッセ、ルーベンクラッセ、そしてヒルシュクラッセ、もう見て回ったわよね。新任の君から選んでくれて構わんよ。残る2つの学級を我々がそれぞれ受け持とう。エーデルガルトが宮長を務めるアドラークラッセですね。心は決まりましたか。彼らを真摯に導いてくれることを願います。フォドラの未来を担う有望な若者ばかりだ。この栄誉ある職務を誇りとして。ん、お兄様、あら、ご
めんなさい、お話の最中でしたのね。フレン、今取り込み中だ。急ぎの用事か。いいえ、大したことではありませんわ。それよりも、そちらの方は？この者は士官学校の新任教師だ。まあ、士官学校の。はじめまして、先生。私、セテスの妹のフレンと申します。お見知りおきを。フレンの話はさておき、本題に戻ろう。あらかじめ伝えておくが、近日、現時点での生徒たちの実力を測るため、学級対抗の模擬戦を行う予定だ。同時に、君の能力も見定めさせてもらう。大司教を失望させぬようにな。以上だ。何？担任ってあんたなのか。まさか先生になるとは思わなかったぜ。ガスパル君、ちょっとそんな言葉遣いでは失礼じゃない？そりゃそうだけどね。こいつに敬語を期待するだけ無駄だって。あ、先生、これからよろしくお願いしますよ。それじゃ僕は昼寝してますので。私を見ました。お構いなく、お構いなくお願いします。ごめんなさいね、混沌としてて。ところでどうだろう先生、私たちは同年代と聞いた。今更ではあるが、学級の仲間のように話しかけても構わないだろうか。学級内では身分や年齢の差があっても分け隔てなく接することを推奨されている。私としては先生もその輪の中に入ってもらえると嬉しいのだが。先生、腹太い、素敵です。よろしく願います。ん？ちょっとペトラちゃん、それを言うなら太っ腹でしょ。こんなに細身で素敵な体型の人に腹が太いなんて言っちゃダメよ。申し訳ないです。言葉難しい、間違いある、あります。もちろん私に対しても普通に接してくれて構わない。公女といえど学校にいる間は生徒の一人に過ぎないもの。期待しているわ、このアドラークラッセをしっかりと指導してくれることをね。そうと決まれば歓迎訓練だな。先生、とりあえず腕を見せてくれよ。腕見せるですか？何のため鎧外させます？あ、違うぜ、腕っつったら剣の腕に決まってんだろう。訓練なんてごめんです、座学でお願いします。親睦を深めるためにまずはお茶の時間にしません？それがいいわよね先生。うん、君たち仲間として接すると言っても限度というものがあるだろう。誇り高き貴族の、そして帝国を代表するアドラークラッセの一員としての責務をだね。この騒ぎを鎮めるのが最初の仕事のようですな、先生。普段はもう少しだけまともだと思うから、よろしく頼むわね先生。